ミュージシャン、俳優、タレント、声優、お笑い芸人など、幅広いジャンルの芸能人が所属する、芸能プロダクション、ソニーミュージックアーティスツ、通称 SMA 創立50周年を記念した、新たなイベントが、8月23日に、東京、渋谷デュオミュージックエクスチェンジで開催されることが、決定した。創立50周年の SMA は、今月から2025年3月までをソニーミュージックアーティスツ50周年イヤーとし、様々なライブ、イベント50本を目標に展開することを打ち出している。今回発表されたそろそろみんなで集まっちゃうは、SMA 所属のボーカリスト、足立佳奈、幸田まひる、坂口由美、崎山蒼志、スピラスピカ、竹内杏などゲストミュージシャンとしてベースの佐伯俊也、クジラ夜の街、ドラムの桜井海音の出演も決まった。かねてから親交の深い8組が SMA50 周年を盛り上げる。